大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コースの関山です。実はもう2ヶ月前になるのですけれども、関山研究室で研究でのプレスリリースというものを行いました。これは研究室助教の藤原先生が主体的に行っている共鳴 X 線被弾性散乱と、通称 LIX と呼ばれているものをですね、磁場中磁場をかけて LIX を円変光を使ってその二色性を測定することで、磁性材料の電子構造を詳細に、特に重要なそのハーフメタル性というものについて検証できるということを実証できたというのがその骨子になっています。これをある講義でちょこっとお話しした機会があるので、まずそれをご覧ください。どうぞ。これは9月にですね、藤原先生、助教の藤原先生はですね、プレスリリースやって、せっかくなんでこんなこともやってますっていう、 X 線使ってですね、 LIX って言って被弾性 X 線散乱というのをやってるんですね。これで実はその磁場中、やっぱり磁場中で共鳴被弾性 X 線散乱、これいわゆるフォトンインフォトンアウトだから、 X 線出てくる X 線を見るということをやるんですね。でしかもエネルギー、これ冷気エネルギーなんですね。冷気エネルギー変えて、でそのエナジーロスなんで、これは発光の成分見てるんですね。分解してみてあげて、しかもそれは円変光でやってということをしてあげるとですね、マンガンサイトとコバルトサイト、これは 2P 内角叩くわけなんですけど、そうするとね、実はこのコバルト2マンガンシリコンっていうのはこんな電子状態構造になってる。これどういうことかというと、ダウンスピンが、だからアップスピンは金属的なんだけど、ダウンスピンの方はギャップが空いている、これはハーフメタル言うんですけど、これね、実はいろんなものでこういうふうになってんちゃうのって予言されてるんですけど、実証めっちゃ難しいんですよ、直接的に見るとね。だからこれね、リックス、磁場中リックスや円変更使ってやるとできるようになりましたっていうのはね、プレスリリースやったんですね。こういうの、こういうことができるようになったということで、ちょっと補足になるんですけれども、電子にはスピンというものがあるというのはすでに過去の動画でお話ししていますけれども、磁性材料の中には上向きスピンあるいは下向きスピンというのは金属的、普通の金属的なんですけれども、もう片方のスピンというのが半導体、このギャップが空いているというのはフェルミ順位、これは電導を担う電子のエネルギー順位を指すわけなんですけれども、ちょうどそこのところがですね、電子がいない、だから片方のスピンはフェルミ順位のところに電子がいるけれども、もう片方のスピンの電子というものはそこには電子というものは存在しえなくて、半導体のようにギャップが空いている、これをハーフメタルというんですけれども、これはいくつかの物質で、予言はされてきたスピン変極光電子分光という手法がありますので、それをすれば原理的にはできる。ただしやはり光電子分光というのはその表面に敏感である。特に磁性体というのは表面とその中ですね、バルクと言いますけれども、それではですね、電子状態がかなり違うということがあるんですね。それとそのスピン変極光電子分光のスループット、検出効率ですね、これが低いということで、そのバルク敏感かつスピン変極光電子分光で過電子体の光電子スペクトルを直接見るというのがなかなか難しいということがあります。でその中で磁場中でのリックス、これはフォトンインフォトンアウトと言いましたけれども、おそらく一番物理として肝になっているのは何かというと、共鳴ですので内角吸収が最初に起こります。その吸収される元の 2P 軌道内角電子というものがスピン軌道分裂をしている、それが磁場中によってちょっとですけれどもエネルギー順位が分裂するんですね。でその結果、最もエネルギーの高い電子というのが完全にスピン変極、これは上向きスピンもしくは下向きスピンだけになっている。そうしますと吸収に必要なエネルギーで一番低い成分というのがスピン変極しているというのが、この実験のある意味ミソになるのかなと思います。でこれはもちろん自然現象ですので、ひとたびこういう方法でできると分かればですね、今後いろいろな磁性体に対してこの実験をすればですね、それがハーフメタル性かどうか、でこのハーフメタルかどうかというのはいわゆるスピントロニクスの分野においてですね、非常に有望な材料の一つであるということが挙げられますので、それでですね、
そのソサエティ 5.0 なんていう単語を使ってしまったわけなんですけれども、そういったところにもですね、我々の研究が社会に貢献できるという次第です。また折に触れてこういう研究成果ですね、我々の研究成果の動画というものもですね、少しずつ作って皆様に紹介できればいいなと思います。それではまた。